はい、こんにちは。今日は α7R3 に使う USB ケーブルをちょっと比較していこうかなと思っています。 α7R3 はここが USB Type-C の端子ですね。で、これがそのカメラについてきた USB Type-C からの変換のケーブルが1メートルぐらいの長さしかないんで、これじゃちょっとね、あまりにも短すぎるということで、こう5メートルぐらいの延長を使ってるんですね。で、延長してまたこれ USB Type-C に変換して MacBook Pro に挿すっていうことを普段やっているんですけど、あまりにもこれ効率が悪いっていうか、つなぎ目が多いとね、なんかエラーとか起きそうで嫌じゃないですか。なんでちょっと今回はケーブルを2個貼ってみたんで試してみようと思います。ケーブルマターズの方なんですが、偶然この今まで使ってた5メートルの延長と同じメーカーでしたね。サンダーボルト3ケーブル2メーターって書いてありますけど、まあ、USB3.1 ジェネレーション2でいいと思います。本来これ規格的には1メートルまでしか伸ばせないはずなんですけど、これ2メートルですね。これちょっと試しに買ってみました。で、まあ、2メートルでもちょっと短いかなっていう感じがしたんで、このエレコムの USB2.0 の4メートルのケーブルを買ってみました。というか実はエラーがね出てたんですよね、この前の撮影の時に。で、今ちょっと試しに全くこの前エラー出たのと同じ状況を再現しようとしたんですけど、エラーが出ませんで、まあ、こんなのもこうたくさんつないでるから出るエラーなのかななんて思ったんで、まあ、そういう心配も少なくなるんじゃないかなと、まあ、そんなことを期待しております。はい、というわけで早速試していきたいと思うんですが、まずこれ USB3.1 の方ですね、2メートルの方のケーブルです。で、まあ何の問題もなくつながってますね。これ外すとカメラはなくなりますね。これつなげるとちゃんと認識されます。で、撮ってみますか。問題ないですね。やっぱこれ USB3.1 だからか、シャッター切ってから表示されるまでちょっと早い気がしますね。で、こちらが4メートルあるけど USB2.0 のケーブルですね。はい、こちらも認識されましたね。気持ち遅いんですかね、気のせいかな。あ、やっぱちょっと遅いですよね、こっちの方が。これ USB2.0 でもこれだけシャッター早く切れればね、実用上問題ないですよね。今撮った映像を編集ソフトで読み込んで、シャッター切ってからキャプチャー1の画面に表示されるまでの時間を見てみたんですけど、USB3.1 の方がだいたい 1.9 秒ぐらいで画面にパッて1枚目が出てきました。で、 USB2.0 の方がおむね 2.5 秒前後っていう感じですね。まあ比べれば違うけど、実用上はねどっちでもいいかなっていう感じですよね。はい、今日はこんなところで以上です。どうもありがとうございます。